ちでね、シンガポールで手術したんですよ、はい、椎間板、はいはい、中国行ったら腰痛くなっちゃって、はい、椎間板ヘルニア飛び出しちゃって、手術してね、600万ですよ、1週間ですよ、入院でもね、その人の保険会社のエージェントなんですよ、全部旅行保険で出してもらって、このただですこのトラフィックを取っている中で今の話は全部入っていますいいんですかとか言って、大丈夫大丈夫、全部聞けてくださいあ、そのビデオに行ってそうそう、なんかやっぱり当たりそうで当たらないって、これでも芸術だなと思って、そうですね、適当なんです、適当に、いや、あの台湾もそうなんですよ、ね、いやでもね、すごくよく注意してる、バイク乗ってみると分かりますよ、そうです、みんなすごいよく見て運転して、360度ぐらいですよ、確かにだから事故多くね、起きない。